長芽や、国富人ゆうはるず、国府人は、当代幻想長の日である、八木妃の姉。生はよう、名は伝わっていない。八木妃の栄誉の恩恵を受けて豪奢に振る舞ったが、八木妃の死後殺された。職衆死度のよう原縁の次女。父が死に、代わりに、よう国ただが家を守っていたとき、その間に渡し通していたという。この前後に、廃止に嫁ぎ、 この廃棄と娘を一人、産んでいる。この後の動向は不明だが、ヤギヒが、ことぶきより前の日になった、開二十三年から棋肥に殺された、天保四歳までに、夫の廃止に死なれ、家父となり、いとこのよ森、もかなえと姉妹と共に、職衆から長安に移っていたようである。国婦人は、他の姉妹同様に優れた要望を持ち、頭の回転も回り、宮中に、 入り日が暮れるまで帰らなかったという。この頃またいとこのよくにただの来訪を受け、屋敷に泊まらせ、幻想に推薦した。天保7歳には、国婦人に封じられ、姉が、韓国婦人、妹も新国婦人に封じられ、毎年戦艦を化粧台として支給されることになった。国婦人は美貌に自信を持っており、化粧をせずに、幻想の前に出た。宮廷にも、 相変わらず出入りして、姉妹たちと共に、八木ヒの琵琶ので死になったという。この廃棄は信光公主と婚姻を結ぶ。この間のよく似ただとの密通の噂は絶えず、韓国夫人と三人で馬に乗りながら、背後の百人以上の救助に明かりを持たせ、ふざけ合いながら散来したという。徒歩の死にも、 彼女を題材に、国婦人や、霊人行に歌われている。また、長賀屋の、国婦人ユーハ春ズは彼女を題材にしたもので、断層をして、馬に乗り、列の先頭を行く彼女の姿が描かれている。構成において、民間でも神格化されて、梨の花の神として祀られる。養子一族の中で最も豪奢と横暴であることで、知られ。 官人の家に入り込み、家を壊して、新しい自宅を作り、隅っこの土地だけを返した話や、ありやトカゲが出られないほどの精緻な屋敷を建てた話が、残っている。天保十二はめ頃、ヨークニタダが自定で人事を行った際に、名を呼ばれた者の要望が良くないと、すだれ腰に、姉妹たちと嘲笑したという話もある。天保十四歳の安心の乱の勃発に伴い、 取徳元はじめの幻想の長安出本後、先行して、鎮祖に赴むいていたが、ヨークニタ韓国夫人、ヤギヒの死を聞き、逮捕に来た、県令を、反乱軍と思い逃げ出した。そして廃棄と娘と、ヨークニタの妻の廃獣を殺して自殺したが、死にきれずに捕らえられた。この時、国のものか賊かと尋ねると、どちらとも言えると、 答えが返ってきた話が残っている。喉に血が固まり死んだ。陽元炎の長女。妻に嫁いでいた。韓国夫人に封じられる。巫女、高孫の婚姻は、韓国夫人や国夫人に賄賂を送れば思い通りになったという。使徒元とはじめ、陽国忠が殺された後、陳元霊率いる兵士たちに殺された。娘は、大イの軍用時代の性質祭司。 陽元縁の三女、八木妃の姉、龍清氏という男にとついでいたが死に別れ、子は龍人氏といった。深刻夫人に封じられる。天保六歳に、彼女が宮中に、次女の名玉を連れてきたことが、陽誠金失脚の原因の一つとなった。幻想と八木妃が主催した演奏会において、唯一の聞き手となり、三百万千の衆議を出した。 話が残っている。天保十三歳十四歳頃に死去している。洋森、洋なえ、韓国夫人、国夫人、新国夫人の御家で、養子御家と言われた。彼らの邸宅には、司法からの賄賂や幻想からの贈り物の死者が絶えず、訪れ、彼らの生活は、謝視を極めた。御家は、屋敷の総霊を競い、他の家の方が、見栄えがしたら、 屋敷を壊して作らせた。幻想に従って、稼ぐに赴くときは、各、家が一体を組み、揃いの衣装を着て、列を組んで繰り出し、五家合体と言った。行列の後には、かんざしや宝石が転がり、方向が漂ったという。陽家の県勢は、幻想の娘の公平公主ですら、その下僕に落馬させられ、夫が鞭打たれても、 下僕の主刑の代償として、夫が免職させられるほどであった。ありがとうございます。